はいどうも、ロゴチャンネルのロゴです。今回は通常購入品紹介やっていきたいと思います。今回購入してきたのはこちらの A クラスさんって読むのかな？ちょっとよくわかんないんですけど、よくね、こういったアシストキャップ、を発売してるメーカーさんなんですけど、こちらから出ているPS3 コントローラー用アシストキャップ&トリガー、つまるところの、エイムスナイパー P3 という商品ですね。まあ見てわかるようにですね、PS3 の商品なので、かなり型落ち品です。こちらゲオの方で、新品だと870円ぐらいだったようなんですけど、税込み900円ぐらいかな。今回の型落ち品ということで499円の税なんで530円ぐらいで購入してきました。最近はですね、Apex Legends や、コールオブデューティーなどの FPS とかそういったゲームをやることが多くてですね。まあ、昔からそういったゲームが得意ではないのと、あんまりやってきたことがないので、エイム操作がかなりクソなんですよ。で、ろくにね、当たりもしないので、まあ、正直ゲーム自体が面白くなくなってきたというところで、もしね、こういったものをつけることで、多少でも変わるんだったらという藁にもすがる思いで購入してきたわけなんですよ。ただですね、今回のこれ見てもらうとわかるんですけど、PS3 用なので、ここの後ろのね、L2 トリガーなんかは、正直言うとその、なんていうのかな、まあ、形が全然違うので、つけられないので、ですけど、まあ結局こちらのエイムパッドだけ、まあ4種類、まあ2種類ですけど、2種類が2個ずつ入って、まあ530円だったら、まあ相場的にも安いかなと思って買ってきたわけなんですよ。でですね、本当はですね、あんまり動画の撮るつもりはなかったんですけど、じゃあなぜ今回動画撮ったかっていうと、まあ皆さんの評価に対してですね、俺は結構使いやすかったというところで、なぜ使いやすいかっていうところをちょっと説明したかったなと思って、まあだから、どっちかというと、うちわ用っていう感じかな。うちわってまあうちわもめとかのうちわなんですけど、まあ周りの人にですね、まあ俺はこうやって使ってこういう風に使ってるからこそなんか使いやすかったよって話がぜひね伝わればと思って動画の方撮らせてもらったっていうのが1点、2点なんですけど、なぜこのブリスターから飛び出してるかっていうとですね、実はテイク1の時にですね、顔写りがすごくてですね、もうすごいですよ。クレヨンしんちゃんの眉毛状態になってたので、あ、これは動画できないって言って撮り直してるとこなんで、この後の動画とのつなぎがちょっとおかしいかもしれませんけど、まあよかったら最後までご覧になってください。それではどうぞ。はい、っていう感じでね、まあそんな細かい話というか、もう俺がなぜ使いやすかったかって話なんですけど、まあちょっとね、今もうキャップついちゃってるんで、まず昔のコントローラーの話でちょっとね、進めていきたいと思うんですけど、基本的に皆さんコントローラーってどうやってお持ちなんでしょうね。俺もうプレイステーション1の時からずっとそうなんですけど、左はがっつり触るんですけど、右手で絶対こっちなんですよ。この上は触ったことない、今まで。なので、PS1 のコントローラーとか見るとわかるんですけど、だいたいここら辺削れてたりするんですよね。まあ今使ってんのはその、まあ別個のやつなんですけど、まあ、2P コントローラーなんで、まあ、お見せしても意味ないんですけど、本当にここがないんですよ。うん。で、なんでかっていうと、まあ、さっき言ったように、ここでこう、左でスティック操作して、で、大体ここでこう、サルゲッチとかそうなんですけど、ここじゃなくてここなんですよ、絶対使ってんのって。で、だから、その、なんていうか、まあ、だからというわけじゃないんですけど、昔からそういった癖を持ってね、プレイしているので、未だにそのままなんです、癖が。まあ、その FPS とかやるときも、ちょっとエイム、調整するときはだいたいこうちょんってやるんですけど、わかんない。これもしかしたら皆さんもそうなのかもしれませんね。で、ここでちょんってやってる人っているのかわかんないんですけど、俺はどっちかというとこっち派の、右スティックの使い方をするタイプの人間なんですよね。結構手がでかいので、なんていうのかな、ちょっと、動かすだけでもかなり奥行くというか、そのなんていうかね、一回のこの幅っていうのかな、このポジション、ニュートラルポジションというか、こう持った時にこう右手動かしてやっていくとですね、かなりやっぱ動いてしまうっていうのは感じました。今までね、ちょっとでかいなと思ったんで、もう少しちょっと指をちっちゃくみたいな、こう細かい作業をしていかなきゃ、右のコントローラーをうまく動かせなかったっていう記憶も未だにあったりとか、もちろんその APEX やってる時もちょっとそれは感じてたので、まあそのエムキャップっていうものがあるんだったらつけてみたいなと、つけたらどんだけ変わるのかなと思って買った次第なんですよ。で、こちらが取り付けた PS4 の用のコントローラーですね。で、これも先ほど言ったように同じように使ってたのをこうやって使ってたわけですよ。で、何が変わったかっていうと、もうかなりね、もう全然違うじゃないですか。この幅っていうか、このリングからですね、飛び出るキャップのサイズが全然違うので、ここ、まあ、左手で、まあ、説明していくと、かなりね、こう押していかなきゃなんなかったところが、ちょっと触るだけでもだいぶ、こう動くようになったっていうのと、もちろんその、ここら辺でですね、このジャンプボタンとかを押そうとするとですね、かなりこう、引っかかる可能性もあるんですけど、最近ちゃんと慣れてきたのであれなんですけど、まあ、この動きさえなんとかできてれば、だいぶ、触りやすいというかね、まあ、確かになんかちょっとね、ホライゾンゼロドンやった時、ここ触ったら意外に押しやすくてですね、あ、こういった使い方もできるんだなんて思ったりもしたんですけど、まあ、それ以前にですね、本当にこう、なんていうのかな、親指でのこのちょんちょん操作がですね、すごいやりやすくなったっていうのがあるんですよ。まあ、他の方のその説明というか、そのツイッターでの話聞くとですね、
押しづらいと、邪魔になるとか、その、なんていうかね、やっぱり手に合わない。まあ、サイズが手の小ささによっては、こう、押し切れないとか邪魔になったりするって話もよく聞いてたんですけど、まあ、俺からするとそれがやっぱりなくてですね、どっちかっていうとすごいこの、エイムでちょんちょんしながらですね、細かい操作ができるようになったっていう点ですごいこれ今重宝してるんですよ。まあ、もしかしたらね、その本当に上手い人らっていうのはこうやっぱこうやってるのかもしれないので、俺としてはですね、全然話に合わないのかもしれないんですけど、ただそういった意味で使いやすいんですよね。まあ、なのでせっかくなんでこの後ちょっとエイペックスこれを使ってやってみたいと思うんですけど、本当はね、手元映せればいいんですけど、まあ、やってる時の操作は取れないので、まあ、一応こういう風に俺はエイムでこうやって動かしてるっていうのだけ念頭に入れて、この後の動画ご覧ください。はい、っていう感じでいかがだったでしょうか。エイムパッドつけた時の練習風景でしたね。まあ、エーペックスの、まあ、練習モードなので、基本的に台座置いてあるだけなので、普通は当てられるよと。まあ、上手い人から見たらば、なんだそんなもんじゃねえかと。まあ、しかもクソじゃねえかって言われるかもしれないんですけど、あれがですね、正直その、エーペックスとかのその FPS をやったことのない人間の限界なんですよ。はっきりと。まあ、限界って言ったら失礼ですけど、俺の中の限界です。で、特にですね、3とか4見てもらうとわかるんですけど、エイムパッドなしだとかなりブレブレだったんですよね。で、なぜかっていうと、それは最初に説明したように、やっぱりこの押し幅がかなりでかいっていうのがあって、かなりね、ブレブレになっちゃうっていうのがあるんですよ。で、それをつけたことによって、だいぶね、その細かい操作ができるようになったんですけど、もちろんこれをつけたことによって、お気に入ってしまったということも言えるかもしれませんよね。つけたし、せっかくだから、よく見せてやろうっていう気持ちであったっていうこともあるかもしれないんですけど、それはですね、エイム感度5を見てもらうとわかるんですけど、5で、あそこまで細かな修正ってつけられると思いますか？まあ、もちろんこれやってる人にとってはですよ、簡単かもしれないんですけど、やってない身からすると、あんなにその早いね、そのカメラ操作の中で、細かな微調整ができるっていうのは、やっぱりこれのおかげだと思いますね。まあ、正直ですね、ここら辺のこの高さですか、これ、俺からしてもちょっとでかいと思うんですよ。俺の手結構でかいって言ったんですけど、それでもでかくてですね、邪魔になってると。で、かといってこのロータイプをつけたからって、ロータイプは逆に低すぎるんですね。まあ、だから、この高いのと低いのの中間ぐらいのサイズがあれば、もしかしたらね、この M パッドをつけてちょっと失敗したとかあんまり変わんなかったっていう方は、うまくいくんじゃないかなっていうふうにも思えます。
なので、まあ、もしこれでダメだったとしても、諦めずにもう一個違う真ん中のサイズ探してみたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、という感じでいかがだったでしょうか。今回の動画は以上となります。まあね、あんまり、なんていうか、当てにならないというかね、お前の感覚次第でって言われたらそこまでなので、申し訳ございませんでしたけど、もしね、動画の方気に入っていただけましたらば、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。最新情報なんかツイッターでつぶやいてますので、下の説明欄の方にリンク貼ってあります。よかったらお越しください。それではここまでご視聴の方ありがとうございました。